今日診療所を通り抜けて向こう側奥沢への橋をもう渡れるようにしておくから、みんなで見に来てくれよな。え、どうやって橋を架けるの？材木の長さ足りないって言ってたのに。まあまあまあ、細かい詮索はなしなし。あれ、なんか不穏な匂いがしますわ。よし、じゃあ今日はみんなで奥沢探検だ。ああ、あれ、僕ちゃんは？ああ、真似すんなよな。まあまあ、じゃあ新しくできる橋のところに朝飯食ったら集合ね。忘れんなよ。ああ、じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、子供たちが山の中に入っていくとちょっぴり心配になるんだ。ねえ、僕くん、あまり無茶なことしないでね。特にたけしはやんちゃ坊主だから。ヨシカのこと不思議な人だって言っただろ。あれ間違いだったよ。それってどういうこと？不思議なだけじゃなくて変なやつだった。変なやつ？英語だとストレンジャー。ちょっと強そうな名前になったね。先生ったら最近ひどくお疲れみたいです。どうしたのかな？夏バテでしょうか？健康にはちゃんと気を配ってらっしゃる方だから、もしかしたら何か悩みでも。ねえ、この診療所ってお客さん少なそうだね。こらこら、ここは診療所じゃ、お客さんとは呼ばんのじゃよ。あれ？あれ？これでっかいぞ。さあ、僕ちゃん、渡ってみな。なんだか不思議なマークの入った丸太橋だね。へへ、これは安全第一って意味なわけよ。やっぱ一仕事終わった後は気持ちいいやね。イエーイ、俺一番乗り。僕が二番だもんね。久しぶりにこっちの岸に渡ったらなんだかワクワクするぜ。ワクワクワク。じゃあ今から奥沢探検隊スタートだ。せーの、えいえい、おー。ボクちゃん、これクヌギだぜ。すっごい、ボクが見つけたんだ。へえ、なんかいた？よお兄ちゃんのロケット、こんなとこに落っこちてたんだ。お前、危ないから触んなよ。うん、そうだ、部品を取り出してよお兄ちゃんに持ってかなきゃ。確かバルブって言ってたけど。え、それってどれ？わかんないよ。どうするの？また今度かな。お兄ちゃん、諦めるのずいぶん早いね。じゃあ次も頑張っていくぜ。あー、どれがバルブかな？よくわからないや。
そのバルブにはマジックでバルブと書かれていた。この橋ちょっと怖いんだぜ。ボクちゃんビビらないでちゃんと渡ってこいよ。じゃあな。うわ、ここ怖いよ。今日はとりあえずこんなもんで許してやるぜ。腹減ったしな。あとこっち方面でうちのわさび田にも行けるんだぜ。わさび田？そう、後で見てくるといいよ。じゃ、これで今日の仕上げだ。どんなもんだい。じゃあ先に帰ってるからな。あばよ。あばよ。さてと、今日は何の用？よし、行け！よし、行け！ああ、負けちゃったよ。ああ、強くなりたいよ。あ、俺持ってない。ごめん、持ってないよ。二人とも持ってないみたいだな。じゃあ、これでいいかな。頑張れ、頑張れ、頑張れ。わあ、負けちゃうってば。僕の勝ち。俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。こんにちは。いや、君か。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんってここに一人で住んでるの？うん。本当は親父がいるんだけど、あの人は奥沢淵の方にある炭焼き小屋にこもりっきりだから。たけしちゃん、しげるが遊びに来てくれることもあるけど、それ以外はいつも
一人きりなんだ。安子お姉ちゃんは全く来ないの？あれ？なんで安子ちゃんのこと知ってるの？ここへ来る時の船で一緒だったんだ。そうなんだ。あの子とは物心がついた頃からずっと二人で遊んでたんだけど、あっちが一年先に小学校に上がってから、なんだか僕のことなんかどうでもよくなったみたい。ねえお兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。え、なになに？うわ、これホジロケットのバルブじゃないか。これで次の打ち上げではちょっとだけお金が節約できるよ。ありがとう。今じゃあっちは高校生のお姉ちゃんって感じで、なんだかおすり多くて声もかけられない。ここの海の綺麗さを例えばダイバーの人たちに教えたら、もっとたくさんの人でにぎわうようになるのかな。でも人が増えたらこんな子供みたいな水着で泳げなくなっちゃうな。ねえ光さ、クラゲって好きなんだけど。え、そうなの？実は僕も。やっぱ酢の物にすると美味しいよね。なんだ、食べちゃう話か。ねえ、なんで夕日は赤色をしているの？それはね、光の屈折とか何か科学的に説明できる理屈があるみたいだよ。サイモンのは忘れちゃったけどね。そうなんだ。でも一番の理由はみんな夕日の色が赤じゃないなんて想像ができないんだろ。だからなんだ。だから夕日は赤いし、海は青い、空の雲は白くて、夜の闇は黒く塗られてるんだよ。私はもっといろんな色に見える自由な夕日を撮りたいんだ。ねえ、お姉ちゃんの家族ってどんな人たちなの？え、家族？まあ、時代によっていろいろ変わったから。お？おじいちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さん、そして可愛い女の子が二人いるんだ。へえ、そうなんだ。うん、辛いことも悲しいこともあったけど、でも家族がいたから。え？どういうこと？教えない。だって大事な家族のことなんだもん。そういえばさっき木からセミが落ちるの見たんだ。それでどうなったの？死んじゃった。死んだセミはどうなるの？土になるの。お客さん、今年は帰省されるんですか？はい、12日から。実家はどちらの方ですか？盛岡です。そうですか、それは涼しくていいな。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんこのお姉さんが好きなの？え？おいお前、なんてこと言うんだ。こら、船長さんを困らせちゃダメでしょ。お姉さん、男の人に騙されちゃダメだよ。おいおい、いい加減にしてくれよ。面白い子ね。飯だぜ。皆様もゆっくりお楽しみください。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕たち診療所の奥の方の森へ入ってきたんだ。落っこちたロケットがあったよ。え？この前のロケット？
そうだよ。周りの森、山火事になってなかった？うん、ちょっとだけ焦げてたけど、でも大丈夫だったよ。そうなんだ。おばちゃん、ちょっと安心したよ。今日の晩御飯は、イサキの蒸し煮とたらこと糸こんの炒め煮に、うちのガキンチョの大好物タコの唐揚げをおまけしちゃいました。お姉ちゃんは好きな人いるの？おい小学生、そういうことを聞きたいときはもうちょっと手順を踏んでから徐々にそういう話に持ってくもんだぞ。じゃあいるんだ。うん、まあね。でも完璧に過去形だな。過去形？だってその人もう長いこと日本にいないんだもん。え？じゃあどこにいるの？スペイン。商社の仕事でマドリードっていう大きな町にいるんだ。パンに塗るやつ？あれ？どういう間違いなのかよくわからないぞ。ああ、こんな夜中になんだか変なこと思い出しちゃったよ。こんばんは。こんばんは。サイモン、実は日本に来る前は日本のお風呂が怖かったんだ。なんで？多分昔の日本映画を見て勘違いしてたんだけど、家族みんなで一緒に入るものだと思ってた。奥沢の探検、なかなか面白かっただろう。まあ都会っ子にはちょっと大変だったかもしれないけどね。どうでもいいけど、あの辺りってすごいたくさんセミがいたな。以前おじいちゃんに聞いたことがあるんだけど、うちのお父さん何やらとんでもないものを海で見つけたって何度も言ってたらしいんだ。でも誰もそのとんでもないものを見てないんだよね。でね、その頃からなんだ、うちの改造の続きやら高価な望遠鏡の話やらが始まったのは。お父さんもういないんだし、こんなこと考えてもしょうがないのかな。なんだか最近死んだ家内の夢ばかり見るの。寝不足なの？いや、むしろぐっすりと眠れるのじゃが、目覚めた後が悲しいのじゃ。わしゃ医者じゃ。死んだ家内や息子がもう戻ってこないことは十分に理解しておるのじゃが。さあ、僕くん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。うん。おばちゃん、おやすみなさい。